腰の痛い方はあんまりやられてないと思うんですけど、お腹側がすごい大事なんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、ちょっとなんか入ってるので出してもらっていいですか。なんかね、はい、すいません、大丈夫ですか。はい、でちょっと凝ってると気持ち悪い感じがあるかともあるんですけど、とりあえず腸骨筋っていうところをやりますね。嫌な感じですか。初めての感覚ですね、はい、大丈夫そうですか。気持ちいいですよ。はい、結構腰痛の約半数以上が、はい、インナーマッスルなんですね。大腰筋、腸骨筋、腸腰筋って言われるところですけれども、奥なんですよね。深部のところが拘縮してしまったりとか、要は歪んでたりとかっていう問題が痛みとなって出てきてる場合は、表面をいくら叩いたり揉んだりしてもその一時しのぎでしかなくて、なかなか治ったっていうふうにならない。でもそのインナーマッスルをほぐすことによってってことですか。そうです。インナーマッスルはなかなか触れないし意識できないので、素人はねしないですよ。そうなんです。だからほぐれにくいっていう。あ、なんかすごいね、キリッとる感じがしてますね。はい、いや多分人生で、はい、初めて、そうです、ね、触られてんじゃないですか。そうですね、ですか。意図しなければ絶対にない。で、加減間違うとすごく痛かったり気持ち悪いだけなので。結構もうそれでスーッと軽くなっていくんですよ。で、多分どっちかが痛いっていう感じなので、その方が楽ですかね。痛いっていう感覚はないです。そうなかったですかね。割と手品さんはあれですね、全体的に、なんかガチガチにはなってないですね。あ、本当ですか。うん、あれなんですよ、俺、はい、週に3、4日、はい、ジョギングしてるんですよ、40分ぐらい。で、その前に、ジョギングする前にストレッチしてるんですよ。それの影響はあるんですか。あ、そうですね。でもやっぱり意識的に動いてらっしゃる、継続的に、全体的にストレッチとジョギングとってやられてるってことですよね。はい、そうです。はあ、それは結構いいと思います。あ、うん、で特にその週3、4日っていうペースがいいですね。あ、そう、はあ、あんまり多すぎず少なすぎずなのでちょうどいいんだと思います。でもさっきあったみたいに、はい、走るって動きは前後はあるんですけど横がないので、非常に横が硬かったんだと思うんですね。なるほどね。だからちょっと横を伸ばしてあげますね。でストレッチも多分横って意識しないとやれないので、やらないのでという感じですね。はないですよね。足をこうやって、はい、ああ、そうするとボキボキってなるんですよ。それがね気持ちが良くて、はい、そういうやるんですけど、ね、はい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 、それあんま良くないですか、なるの。いや気持ちよくやれてるのであれば、勢いつけてガッとかやるのはちょっと良くないですけど、じわっとやっていくのは全然問題ないです。長すぎてえいみたいな感じは怖いんですけど、倒していく過程で自然になるっていうのであれば心配ないですね。こちらも伸びてる感じありますか。
あとこう脇がね、まあ、でも結構柔らかいので結構腕上げたりするようなこともされてますかね。あ、します。あ、じゃあそれはいいことですね。はい。本当この脇が硬いところとってもいいんですけど、あ、でもちょっとよく探ると硬いですね。痛いですね。気持ちいいですね。気持ちよかったですか。が響く感じが痛いっていうふうな表現になる方が。今まで痛いっていう感じなかったですね。あ、そうですね。気持ちいいです、はい、あ、それは良かったです。でも割と結構ほぐれやすいですね。 あんまりあれですかね、緊張しにくいタイプですか。体の緊張ってことですか、うん、心身の緊張というか。精神的な緊張、うんうん、いやでも精神的な緊張はしますよ、はい、あ、します。結構する、うん、なんか対応性が柔軟性というのか、こう割と、うん、状況に合わせて力抜くのがうまいなっていう感じしたんですけどね。止まりもうダメなんって話が出ましたけど、はい、そうですそうです。マッサージ師さんなんかやっぱそうじゃないですか、うんうん、やっぱ状況に応じて、あ、ここがホテルこうしようみたいな、うんうん、そうですね、そうですね、あ、これダメなんだとか、そうそうそう、いろいろそのやっていく過程で、そうですね、パッパッと思いつかないと、ね、結構苦しいお互い苦しくなっちゃうので、そうですよね、そう、やれないことをやってくださいみたいな状況になっちゃうとね、はい。めっちゃ大変ですけど、やりがいがあるっちゃやりがいがありますね。私はそういうのは全然苦にならない、むしろなんかこの通りにやってくださいが苦手なので。リアルが。そうですそうです。だからなんか自分で考えて自分の責任である程度そのお客様に合わせてっていうのは全然嫌じゃないですね。テンション。そうですね、ありがたいことに他の仕事は今まで全部ダメだったのであ、まあ言ったら前にキャバ嬢でしたけど、あ、なんか言ってましたね。そうですね、それがまあなんとかできた仕事の一つですけどキャバ嬢は大変じゃないですか。あれも大変っす、うん、ね、結構、うん、だから今の仕事が一番いいです。してもあれなんですね、痛いけど気持ちいいって感じですかね。痛くもないです、ね、あ、痛くもない、気持ちいい、単純にすごく気持ちがいいって感じですか。気持ちいいだけですよ。気持ちよさだけがある、よかったですね。リラクヤさんがゴッドハンドだな。いやなんか割とこの辺とかって痛気持ちいいっておっしゃる方、あるいはもう痛いってなっちゃう方が多いんですけど、なんか不思議と、まあ、相性とかもあるので、うん、割とその辺ももう何度もお会いしたりとかしてることもあるのかなとは思うんですけど、すごい硬さがあってもあんま抵抗がないなと思って、やっぱり痛いと思うより気持ちいいと思った方がいいんですよ、ね、あ、もちろんそうです、そうです、はい、やっぱり体は気持ちいいことが大好きなので、気持ちいいって思う感覚や時間が強く長いほど若返りますね。若返るっていうことも若返り効果もあるってこと、うんうん、そう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 、やっぱ蘇生が早くなるってことなので、なるほど、ね、やっぱ言ったら痛いのとか動きが悪いのとか歪んでるのって老化なんですよね。体の老化が進んで動きが悪いとか、アンチエイジング、アンチエイジングですね。だからまあ綺麗にもなるし、動き、まあ、楽にもなるしみたいな。あ、気持ちいい。まあ、こんな感じで、はい、だいぶ動き良くなったんじゃないかと思うので、かなり良くなりました、ね。はい。ありがとうございます。はい、肩周り叩きますね。
はい、じゃあ座ってください。取れれば、はい、取れたか、取れたも十分です。お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。お疲れ様です。皆さん最高でしたよ。生で施術を受けたいという方はね、はい、ぜひお越しいただければと思います。ありがとうございます。ちょっとあの立ってみていただいて、よいしょよいしょ、これちょっと映すんで、ちょっと横のさっきやりづらかった側屈ですね。ああ、側屈なのでこれですね。はい、なるほどね、それやってみてください。どうですか、あ、足浮かずに結構いってますね、うん、はい、うん、取れてます。さっきよりの伸びがいいですね。こっちの方がいい、はい、うん、ご自身でもどうですか、この、うん、まあ、すごい倒れてますけど。足さっきは浮いちゃうっておっしゃってたんですよ。はい、行きやすくなった感じありますかね、うん、はい、いい感じです、はい、立っててもうすでにその腰がだるいってさっきおっしゃってたんですけど、本当にすっきりした感じです。よかったです。ありがとうございます。よかったです。気持ちいいです。あ、それは何よりです。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか。あなたのご意見ご感想をコメント欄にお願いします。気に入りましたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ちなみにこれはウィッグです。はい、髪の毛染めてないです。野沢直子さんに似てますか。それではまた。 See you。